信光寺は、高知県すくも市にある新聞州地山派の寺院。本尊は、薬師如来。四国八十八箇所第三十九番札所。本尊新聞、おんころころ仙台里まとうぎ総和か御えい南無薬師書病室所の願い込めてまいる。我が身を助けましませ。農教院、当時本尊、白衣背中の鶴亀の亀印亀地伝によれば、聖武天皇の直命によって、 仁紀元年に、行儀が、薬師如来を刻んで本尊とし、本坊ほか十二坊を建立、当初は、亀鶴先生や空院法皇寺と称したという。その後、寛務天皇の直眼書となり、空海が、大鈴して最高、脇地の日光、月光菩薩を刻んで、暗地、本堂脇に岩病に、霊言のある、メアライドを掘ったと言われる。伝説によれば、十一年赤い亀が、 境内にある池からいなくなったが、やがて道の盆鐘を背負って竜宮城から戻ってきた。そこで、現在の産後を、号に改めたという。1579年朝、蘇我部元近は、支配した、佐抜のコンピラ大権年を、四国沈部の総本山とするべく当時の某の一つで、ある、南光院の院児を呼び寄せなおを有限と改名させ、院児とした。その後、 豊臣秀吉に敗れた長祖壁元近が高知に退却後の1600年には、有言を呼び戻し当時の住職に据えた。有言は自分が持っていた南光院を奥の院とし、当時は主言検体の新言寺とする。当時は長祖壁家の後ろ盾もあり繁栄し、1651年に当時から独立した南光院も流盛したが、長祖壁家が滅亡し、 山内藩となると南光院は次第にその勢力を失っていき当時も衰退した。明治初年の廃仏希釈の影響で当時は一時期廃寺となるもほどなく再興された。大師堂と本堂三門の左側に長津場があり、その先に首廊がある。山道の両側に庭園があり、伝説に関わる盆昇を背負った赤亀の像が置かれている。 山道が右に曲がると左側に、大師堂が、その先に本堂が立っている。本堂と大師堂の間の道を上がっていくと、五ー堂があり、本堂前を右手に行くと、目洗いの井戸、栗、農協所がある。南高院合算のご神体以前は、農協が、信光寺で行われていたが、現在は、農協は廃止となっている。なお、農協には、笑い不動村の名が用いられていた。 ありがとうございます。